ホーム放火院駅は岡山県岡山市北区学南町3丁目にある西日本旅客鉄道津山線の駅である。駅名は付近にある新言州の人院放火院にちなむ。放火院は津山線の車窓からも見ることができるが、当駅からは直線距離で約 1.2km 離れている。木が植えられ広く作られているのが印象的なプラットホームはかつて、 日本陸軍の不評連隊が現在の岡山大学の敷地にあり、引っ込み線により、兵員や物資の輸送が当駅で行われていた名残である。駅舎も広めに作られていたが近年改装され、一部建築された。2009年3月13日までは、快速停車駅では唯一、急行、津山が停車しない駅となっていたが、 翌14日の改正で当該列車が廃止されたため、現在は他の快速停車駅同様にすべての営業列車が停車する。島式ホーム一面二線を持ち、列車交換が可能な地上駅。駅舎との間は屋根のない古線橋でつながっている。一番線を上下副本線、二番線を上下本線とした一線、スルー型配線になっており、前日の休行 津山一往復は2番線を通過していた。原則として2番乗り場を使用する。1番乗り場は津山方面行きで対向列車と行き違う列車及び当駅始発の岡山方面行きが使用する。近隣の教育施設への利用者が多いため、平日土曜日の朝に岡山駅当駅間の区間列車が一往復設定されている。かつては木美戦争者駅より、 直通運転をする列車も設定されていたが、2013年3月16日のダイヤ改正で全て廃止された。岡山駅が管理し、JR 西日本岡山メンテックが駅業務を受託する業務委託駅である。現在も朝夕の通学利用者等が多いため、津山線の中間駅では唯一緑の窓口が設置され、簡易型自動改札機も導入された。 愛国家が使え、その相互利用対象 IC カードも利用可能なのは津山線では当駅のみである。また、この駅から福渡駅までは JR 標準メロディの接近放送が導入されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。近くに、岡山大学、放送大学岡山学習センター、岡山理科大学、同専門学校、付属高校、 中学校、岡山市立岡北中学校があるため、朝夕の通学利用が非常に多い。密集した住宅地が広がる。駅から踏切を渡った交差点の先に、放課員駅前バス停がある。西日本旅客鉄道 T 津山線快速、小飛神奈川駅、放課員駅岡山駅普通備前原駅、放課員駅岡山駅。ありがとうございます。